皆さんこんにちは、ゆきです。非契約シーズン12、2週目に追加された新約の指定契約7、8の組み合わせを見ていきましょう。指定契約7は原石祭壇が追加で1個出現っていうのがあって、まあ、今まで動画で出してきた18等級とか、まあ、あと指定契約の置き方とは、まあ、ちょっと違うんですが、まあ、軽くアレンジしただけで、同じようなクリアできましたので、この攻略結構お気に入りですね。ぜひね、参考にしてもらえればなと思います。一応4番の存続タイミングは、このリベンジャーが通り過ぎて配置します。で、4、5、6って置いて、ソーンズ2回目スキル発動したら操作終了になっております。いや、いいですね。まあ、できるだけ18等級と同じようなやり方でクリアできたらいいなと思って動画を作ってるので、まあ、今回の指定契約6みたいに、ベンデッタ超強化みたいなね、ああいうのはちょっと同じやり方はね、難しいんですが、まあ、これぐらいであればアレンジでいろいろできるので、まあ、ほぼ同じような編成で、ほぼ同じようなっていうより、より簡単になってますね、編成が。もうダクシンスカジとかいないので、ちょっとね、置き方を工夫してクリアっていうような形になっております。で、次が指定契約8なんですが、これ実は18等級と同じやり方でクリアできます。いや、すごい。これ、まあ、大陸版でやってたら、どういう契約が来るかっていうのはもうその時にならないとわからないんですけど、まあグローバル版はね、まああらかじめ大陸版の情報見たり、あと、なんか知らんけど、ツイッターとかで契約が紹介されるので、まあこのやり方、同じやり方できるんかいみたいな感じですごい嬉しかったな。なんかいつも指定契約8とかって結構難しいんですよ。で、まだ新たに動画を作り直すこの時間を設けてるんですが、うわ、今回同じでいけたみたいなね、感じで、すごい嬉しかったですね。まあ、なので、まあ、やっぱり今回、非契約シーズン12の、まあ、一番難易度が高い、まあ、一般的に難しいと言われているのは、指定契約6になるかなと思います。まあ、かっこいい契約ね、なんか一つだけ色が違う、ベンデッタが超強化される、あの契約の組み合わせ、まあ、あれがね、一番難しいと思いますので、まだクリアできてないよって方いましたら、再生リストの中に指定契約6のね、まあ、それも結構自信作なんで、ぜひね、参考にしてクリアしてもらえれば嬉しいです。はい、てな感じで、まあ、まだね、デイリーの動画続けて投稿していく予定なので、そちらもチェックしていってください。最後までご視聴ありがとうございました。